はい、吉谷さん、やっぱり結局一番大事なことは精神ですね。で、残念ながらほとんどの方は精神力がすごく薄弱でありません。これは本当にそうなんですよ。全然腹がくくれてないというかね、全然ダメですね。で、決意決断したことでも3日すればもう忘れますね。例えばね、今年の1月1日何がしかの目標を立てた方いると思うんですけども、いろんな状況があってって言い訳はすると思いますけども、結局そのことを忘れてると思うんですよ。だから4月1日エイプリフルだと私は思ってます。1月1日1月3日あたりに決めたこと、1年の計画ですら4月1日ぐらいには嘘になってるってことでしょう。そういうふうに解釈した方がいいかなと思うんですよね。だからね、今年やろうと思ったことですら達成できてない、いわゆるね、達成しようという意思が300日も持たないわけなんですよ。これ思ってればそれはね、何がしかの手がかりはつかめてると思うんですよ、少なくとも。逆に思い続けてるのに達成してないとしたら、まあやめた方がいいかなってことですよね。で、やめるって決断ができるはずなんですよ。で、全てのことそうなんですけども、よし稼ぐぞと思って稼げてないわけなんですよ。よしやるぞと思ってやってないわけですよ。どんなことでもそうですけども、本当そこに行き渡るなと。精神がね、1秒でもそう思わない時があればそれは達成しないですよね。で、やっぱり行動レベルでできないってことは分かるんですけども、行動レベルでできなくても思考レベルでは誰でもできるんですよ。行動することはね、いろんな天候のこととか、他の人間関係とかお金のこととかいろいろあると思うんですけども、でも思い続けることはできると思うんですよね。 R34 が欲しい、 R34 が欲しい、 R34 が欲しいってずっと思い続けていたら、ドライブしてる時でも R34 みたいなのを取り付けた時に振り返るわけなんですよね。で、そういうことの繰り返しだと思うんですよ。 R34 が欲しいと思ったら毎日検索かけて値段をチェックすると思うんですよ。で、ナイトライダーキット、それからトランザム欲しいなと思ったら毎日検索するんですよ。私は検索するとこですら動画に上げていて、アクセス集めていって、で、検索して検索して、で、販売店に行って購入するみたいなことをずっとやってるわけなんですね。それは欲しいと思うからそういう行動になるわけですよね。それすらやらない人って手に入らないと思いますし、他にも言えることだと思うんですけどね。で、18歳ぐらいになったら受験をする人が多いと思いますけども、受験生っていつもそのことを考えてると思うんですよ。で、受験生の家族もいつもそのことを考えてると思うんですよ。だから受験に立ち向かっていけるんですけども、じゃあ受験生なのにね、デートはするわ、ゲームセンター行くわ、鼻くそ折りながらポテトチップス食べるわとか言って、そろそろ勉強するかめんどくさいなと思う人が通りますかってことなんですよ。それで通るとしたらかなりの天才ですんで、平凡な人に当てはまらないと思いますけども、自分が思っても思っても手に入らないとしたら思いが足りないということになります。というのが、思いっていうのは相対関係にあるんですよね。強い思いを自分では感じていても、その他の人がもっと強い思いで行動していったら叶わないわけなんですよ。だからマーケットを調べないといけないし、他の受験生のことが気になるわけなんですよね。どのレベルで合格点を取ったらいいかなっていうので、赤本を買うのも合格したいっていう思いが募れば募るほどなんですよ。大して思ってなかったら赤本を買うお金ですらもったいないと思うんで、スマホアプリでね、の音量のゲージが出るやつ1700円でしょ、高えなと思うのはここまでしなくてもいいよって思う私の感性だからなんですよね。でもこれがあった方がいいなって方は1600円、安いと思って買うわけなんですよ。で、思いがこういうふうに相対関係である以上は、自分がいかに思っていても、自分がどんだけ思っていても、マーケットで勝負するときにはあなたの思いは他の人ほどではないですってことで結果が出ないと思うんですよね。はい、それでね、千日修行のことね、すごいですね。はい、大和くんもね泣いております。千日修行の成果でしょうか。あれね、吉田さん、さすがに行き渡りましたね。私ずいぶん前からあれはねずっとリサーチしてるんですけども、あれ死者も出るそうですよね。で、本当に腹かっさばくみたいなのは今となっては習慣でしょうけども、昔はあったんでしょうね。なんせね、一つの修行9年間、しかもそれの修行を許される人っていうのがすごく限られていて、年間に一人出るかどうかっていうね、いや10年で一人出るかどうかってレベルだったと思うんですよ。だから候補者に選ばれるだけでもすごいのに、それをやりますって言ってやるってことは、他の私生活とか他の行動とか全部ね犠牲にするわけですよね。それこそ親子関係とかも絶縁しながらでもやらないといけないと思いますし、それこそね、修行僧の師匠とも分かりながらその修行をやるわけですよね。そうなるとね、ドル円の値段がいくらとか気にならないと思いますし、浮世のことは本当に離れていく本当の隠居なんじゃないかなと思います。まあそういう精神の世界があるもんですよね。昔からそういうふうな荒行苦行っていうのは伝説となって残るぐらいものすごいレベルだったんでしょうね。ということでね、今回はその千日修行をもとにいろいろと話してみましたけども、さあどうなんでしょうかね。吉谷さんと私がやってることっていうのは、私レベルで言ったら当たり前のことで、大したことでも何でもないんですけども、この大したことでも何でもないことに対しても、いやそこまでできませんよって方は
そこまでしか思ってないってことなんだろうなと思うしかないですよね。ということでまとめですけども、何を考えても何をやってもどういうふうに言ってもね、精神力が一番と、精神力がない人に行動は伴わないということでいいんじゃないかなと思います。まあ、ですのでね、腹をくくってこの門を速稼塾にしてもドリームアカデミーにしても門をくぐってほしいなと思うばかりでございますね。ということでね、今回は終わりですけども、じゃあまあ行ってらっしゃいにしましょうか。9時3分か。はい、今日はこんな時間になってしまいました。失礼しました。では行ってらっしゃい。